ババ鉄氏は関西テレビ放送の元アナウンサー。現在はフリーアナウンサー。東京都西多摩郡日の出町の出身で東京都内に三輪を保有する裕福な家庭に出生。高校生時代から競馬に関心を持っていた影響で、早稲田大学の学生時代に地元局、富士テレビの競馬実況担当アナウンサーを志した。実際には、 就職活動の時期に同局がアナウンサーを募集しなかったため、関西テレビのアナウンサー試験を受験。関西テレビの放送対象地域である関西地方とは学生時代まで無縁であったが、1974年に同局へ入社してからは、退職後の現在に至るまで関西での生活を続けている。ちなみに、同期入社のアナウンサーには岡本久氏がいたが、 ババより一切年下である。関西テレビへの入社後は、競馬以外にも大阪国際女子マラソン、野球、サッカーゴルフ FIS ワールドカップスキーの実況を長年にわたって担当したほか、カジノザウルスでも実況を務めた。フジテレビが日本国内での放送権を保有している F1 グランプリ中継でも、関西テレビ在職中の1988年から、 当時地上派で実施していた中継の実況を任されていた。地上派での中継開始当初に実況を担当していた野崎昭一が同年4月からプロ野球ニュース平日版のメインキャスターへ移動したことに伴う起用だったが1998年まで11年にわたって担当した。その一方で関西テレビが当時は60歳を定年として規定していたことから 50代の後半には担当番組を徐々に整理。主に担当していた競馬実況では2009年11月15日の第34回エリザベス女王杯中継で京都競馬場会催分の GI レースから退くと2010年4月11日の大賀賞中継で担当を完全に終えた。2010年9月30日付で関西テレビを定年退職。 退職の直前に公開されていたプロフィールでは放送業界を離れて人間らしさを取り戻したいとも語っていたが実際には関西テレビとの間で番組出演者契約を結んだ上でサッカー中継を中心に実況を続けている2013年からはフジテレビワンツーネクストで放送されるスポーツ中継など出身地の東京で主に活動同年と 翌2014年には BS 富士での放送へ移行した F1 グランプリ中継で実況を再び担当していた。その一方で競馬実況のレジェンドアナウンサーとして競馬場内のイベントやトークショーに出演することもある。関西テレビ入社当初からの先輩アナウンサーであった桑原進平によれば馬場は裕福な家庭で育ったせいか自分は 競馬中継での実況しか担当したくないと言い放つなど、入社の直後から新人とは思えない振る舞いを続けていたとのことで、就業後にポケットマネーで酒を奢られることも多かったという。その一方で、同局への在職中から高血圧の症状が現れていて、太りやすい体質であることを自他共に認めている。現に定年退職の数年前から、 体重の増加が著しく、性質にも変化が生じている。もっとも、体重の急増については、桑原から、高血圧の薬と酒の飲みすぎが、原因と指摘されている。入社当時は、杉本清、鈴木敏郎の二人が主に競馬実況を担当していたが、その二人に次ぐ、第三の、競馬アナウンサーとして、鈴木が、馬場に、 競馬実況を指導して活躍を開始した。1993年のエリザベス女王杯で、ベガはベガでも、北とベガ。と、ゴール直後に実況したことで、ババの注目度が一気に上昇した。一方、このレースでベガが勝っていれば、史上2頭目の JRA 頻馬三冠実況者となっていたが、北とベガが勝利したことで、この栄誉は逃した。 しかし戦術の実況をフレーズが視聴者に大受けしたことと杉本がこの時50代後半の年齢になったこともあり翌年以降は GI 競争の実況の機会が多くなったかつての上司で先輩の杉本の後を継いで2001年から菊花賞の実況の担当も始めたがそれ以降菊花賞は波乱の決着が続いている2005年喫下賞にて ディープインパクトの三冠実況を担当した。このレースでディープインパクトのゴール時に残した実況、世界のホースマニを見てくれ。これが日本近代競馬の決勝だ。は高く評価され、2006年の FNS アナウンス大賞を受賞している。関西テレビのアナウンサーによる同大賞の受賞は2002年の第18回大会の山本博之以来だった。なお、 この実況は、ディープインパクトの勝利を、見込み入念な準備の上で臨んだものであったという。後年、菊花賞において三冠達成の実況アナウンサーで、ある、杉本清岡安譲と3人の対談が行われ、この様子は、同局の競馬公式 YouTube で見ることができる。F1 の実況は1988年から1998年まで、担当した。 実況開始当初は、ハンガリー GP、メキシコ GP、カナダ GP など、日本からは、遠隔地であったり時差が大きかったりする国を多く、担当させられていたが、その後は、モナコ GP など、日本 GP 以外の主要なレースも担当するようになった。当初の実況は、オーソドックスなスタイルだったが、後に比喩法や独自表現を使用するようにもなった。ババは、 富士テレビが実況中継を開始する1987年以前より F1 ファンであり好きなマシンはロータス78であったと語るなど1970年代や1980年代前半期の F1 にも詳しい。1990年にはアイルトンセナが日本 GP 直前に開催されたスペイン GP でシリーズチャンピオンを決めそうになったため 日本 GP までチャンピオン争いをも連れ込ませたいフジテレビのスタッフがスペイン GP の会場であるヘレスサーキットにババの顔写真を国際ファックスしてもらい実況ブースに貼って放送した。さすがにセナが所属するマクラーレンのエンジンサプライヤーのホンダ関係者から悪ふざけが過ぎると苦言を呈された。このレースでセナは水漏れでリタイア、結局 フェラーリの一からにフィニッシュだった。1992年はホンダが F1 からの撤退を表明。ホンダエンジン最後の出走となるオーストラリア GP の実況を担当。当初はウィリアムズのナイジェル・マンセルとマクラーレンのアイルトン・セナによる一騎打ちの様相だったが、中盤でマシン同士の接触により両者は共にリタイア。その後、 セナのチームメイトであったゲルハルト・ベルガーが後方より、猛追していた、ベネトンのミハエル・シューマイ派を抑え込み優勝した際には、ホンダエンジン最後のレース、見事ゲルハルト・ベルガー勝利で飾りました。ありがとうゲルハルト、と喜びを爆発させ、ホンダ最終レースを優勝へ導いたベルガーに、最大の賛辞を送った。ババとベルガーには奇妙な縁があり、 アイルトンセナとアランプロスとを有志上昇チームだった、マクラーレンが16戦中、唯一優勝を逃した1988年、イタリアグランプリや、ベルガーの F1 キャリア最後の優勝となった1997年、ドイツグランプリなど、通算優勝を10回のうち5回はババが実況を担当したレースでの優勝だった。中継初期から携わってきた関係や人柄から、 中島悟の信頼が厚く、中島が近畿大学で講演した際には、自身の話しべたを補うため、聞き手として呼ばれたことがあるほか、現在でもプライベートで交流を続ける中だという。関西テレビ退職後の2010年11月より、CS 放送のフジテレビネクストにて放送されている、F1 レジェンズザベスト GP8990 において、 当時の国際映像をもとに解説者の今宮淳と共に当時を振り返りながら改めてレース実況を行っている。2013年から BS 富士製作の F1 中継番組で15年ぶりに実況を行う。毎年1月末の日曜日に開催される大阪国際女子マラソンで馬場は1992年からの第11回大会から2010年の第29回まで 第一同動車での実況中継の担当となる。特に、シドニーオリンピックの選考会を兼ねた2000年の第19回大会、リディア・シモンと広山・晴美が長い陸上競技場へ入るゴール直前の死闘を実況した。2007年まで、阪神甲子園球場で行われる、阪神対巨人戦の実況を年1回担当していた。 1992年9月11日の阪神対ヤクルトの6時間26分の史上最長試合を実況している。この試合ではあまりの長時間のためプロ野球ニュースの生中継内で実況を行っている。1998年の阪神対巨人戦にて巨人のバルビーのガルベス投手が交番の際急進に向かって ボールを投げつけた試合の実況を担当していた。主なプロ野球実況経験日本シリーズでは1995年のグリーンスタジアム神戸でのオリックス対ヤクルト第1戦、1996年のグリーンスタジアム神戸でのオリックス対巨人第3戦、第4戦の実況を担当した。 2008年の京セラドーム大阪で松田オールスターゲーム2008の前半部分の実況を担当した。以下はスポーツ中継。ありがとうございます。